サッカー J2 鹿児島ユナイテッド FC の今をお伝えするフライデーユナイテッドです。 J3 降格圏の18位につけるユナイテッドは残留に向けて3人の選手を獲得しました。前節ホームで先制しながらも終了間際に追いつかれ勝利を逃したユナイテッド、3試合勝利から遠ざかり順位は変わらず18位。 J3 降格圏から抜け出せないままリーグの中断期間に入りました。 J2 残留へ、クラブは今週3人の選手補強を発表しました。 J2 山形からおととし J3 MVP と得点王に輝いた有田亮選手、 J1 東京ヴェルディからドリブルが武器の永井壮太選手、J1 町田からボールダッシュが得意なボランチ稲葉修斗選手を獲得しました。90分間走り切れるような体力であったり、こうボール際の強さっていうのが自分の特徴だと思うので、攻撃ではバリエーションも多くてこうワクワクするようなサッカーをしているなと思ったので、ボールを奪って回数を多くするっていうのが僕の仕事だと思うので、その辺を頑張っていきたいと思います。浅野監督は新加入選手3人について、基本的にはもうハードワークをもうこちらからアプローチしなくてもできる選手、ポジション的に言うとサイドの選手、それからボランチと、あと前の選手、点取るところのポジションというところを、リクエストはしたんですけども、すごくクラブも頑張ってくれて、素晴らしい選手を補強してくれたので、あとはやっぱり我々現場がですね、彼らをどう使っていくか、それから彼らが融合したチームをどう強くしていくかっていうところにまず集中したいと。残りは14試合、ユナイテッドは3週間の中断期間を挟み、来月3日ホームで12位の藤枝と対戦します。